長靴を履いた猫。昔あるところに三人息子を持った粉引き男がありました。もともと貧乏でしたから、死んだ後で子供たちに分けてやる財産といっては、粉引き臼を回す風車とロバと、それから猫一匹だけしかありませんでした。さて、いよいよ財産を分けることになりましたが、交渉人や役場の書記を呼ぶではなし、至極無造作に一番上の息子が風車をもらい、二番目の息子がロバをもらい、末の息子が猫をもらうことになりました。末の息子はこんなつまらない財産を分けてもらったので、すっかりしょげ返ってしまいました。兄さんたちは、めいめいにもらった財産を一緒にして働けば立派に暮らしていけるのに、僕だけはまあ、この猫を食べてしまって、それからその毛皮で手袋をこしらえると、後にはもう何にも残りゃしない。お腹が減って死んでしまうだけだ。末の子は不服そうにこう言いました。するとそばでこれを聞いていた猫は、何を考えたのか、ひどくもったいぶった死活目らしい様子を作りながら、こんなことを言いました。旦那、そんなご心配はなさらなくてもようございますよ。その代わり私に一つ、袋をこしらえてください。それからぬかるみの中でも、バラやぶの中でも、駆け抜けられるように長靴を一足こしらえてください。そうすれば私がきっと旦那を幸せにしてあげますよ。ねえ、そうなれば旦那はきっと私を遺産に分けてもらったのをお喜びなさるに違いありません。主人は猫の言うことをそう大して当てにもしませんでした。けれども、この猫がいつもネズミを取るときに、後足で針にぶら下がって、小麦粉をかぶって死んだふりをしてみせたりして、なかなかずるい離れ技をするのを知っていましたから、差し当たりの難儀を救ってくれる工夫があるのかもしれない、と思って、とにかく猫の言うままに袋と長靴をこしらえてやりました。猫は早速その長靴を履いて袋を首にかけました。そして二つの前足で袋の紐を押さえて、なかなか気取った格好でウサギをたくさん放し飼いにしてあるところへ行きました。そこで猫は袋の中に襖と茶車を入れて遠くの方へ放り出しておきました。そこから袋の紐を長く伸ばして、その端をつかんだまま、自分はこちらに長々と寝転んで死んだふりをしていました。こうしてまだ世の中の嘘を知らない若いウサギたちが、何の気なしに袋の中のものを食べに潜り込んでくるのを待っていました。案の定、もう早速向こう水の若いウサギが一匹、その袋の中へ飛び込みました。猫はここぞとすかさず紐を締めて、そのウサギを情け容赦もなく、殺してしまいました。そうしてそれをえいやと担いで、鼻高々と王様の御殿へ出かけて
お目通りを願いました。猫は王様の御前へ出ると、うやうやしくお辞儀をして、王様、私は主人カラバ公爵からの言いつけで、今日狩り場で取りました獲物を、うさぎを一匹、王様へ献上に上がりました。カラバ公爵というのは、猫がいい加減に自分の主人につけた名前ですが、王様はそんなことはご存じないものですから。それはそれはありがとう。ご主人にどうぞよろしくお礼を言っておくれ。とおっしゃいました。猫は万事うまくいったと心の中では思いながら、はい、かしこまりました。と申し上げて、ぴょこぴょこお辞儀をして帰っていきました。そのうちまた猫は、今度は麦畑の中に隠れていて、例の袋を開けて待っていますと、山鳥が2羽かかりました。それを2羽ともそっくり捕まえて、うさぎと同じように王様のところへ持って行きました。それから2月3月の間というもの、始終カラバ公爵の使いだと名乗っては、いろいろと狩り場の獲物を王様へ献上しました。そしてそのたびに猫はお金をいただいたり、お酒を飲まされたり、たっぷりおもてなしを受けるうちに、だんだん王様の御殿の様子がわかってきました。ある日のこと、猫はいつものように、狩り場の獲物を献上しに行きました。すると話のついでに、今日王様が美しいお姫様を連れて川へ遊びにお出かけになるということを聞き込みました。そして猫は早速帰ってきて主人に話しました。もし旦那が私の言う通り何でもなされば、あなたはじき幸せになりますよ。それも大して難しいことじゃないんですよ。旦那はただ今日川まで出かけて、私の教える通りのところへ行って水を浴びていればいいんです。そうすればあとは万事私がいいようにしますからね。カラバ公爵はそう聞いても、何が何だかちっともわけがわかりませんでしたが、何でも猫の言う通りにしました。さて、ちょうど猫の主人、すなわちカラバ公爵が水に浸かって体を洗っているとき、そこへ王様の馬車が通りかかりました。すると猫は急に火のつくように金切り声を上げて叫び立てました。助けてください。助けてください。カラバ公爵が溺れそうです。王様はこの叫び声を聞くと何事かと思って馬車の窓から首をお出しになりました。見るとしきりに怒鳴っているのは、これまでにたびたび狩り場からいろいろと結構な獲物を持ってきてくれた猫なので、王様はおそばの家来に、早く行ってカラバ公爵をお助け申せと言いつけました。家来が急いで川へ降りて行って、カラバ公爵を引き上げている間に、猫は王様のところへ出かけていきました。私どもの主人が川に浸かって体を洗っておりますと、悪者がやってきたのでございます。主人はずいぶん大声で何度も
泥棒泥棒と申しましたのですが、とうとう悪者は着物を盗んで持って行ってしまいました。ですからすぐに着る着物がございません。猫はこう王様に訴えました。実はその着物は大きな石の下に隠しておいたのです。けれど猫の言うことがさも本当らしく聞こえるので、王様は御殿の衣装部屋の係に言いつけて、一番上等な着物を急いで持ってきて空場公爵にお着せ申せとおっしゃいました。王様は公爵を大変丁寧にもてなして、ご自分の立派な着物を着せました。ところで、猫の主人は生まれつき立派な様子の男でしたから、その着物を着るといかにも公爵らしい上品な人柄になりました。それを見た王様のお姫様は、すっかり公爵が好きになりました。そこで王様は公爵に勧めて馬車に乗せて一緒に旅をすることにしました。猫は自分の計略がうまく当たったので大得意で馬車よりも先へ歩いていきました。少し行くと牧場の草を刈っているお百姓たちに出会いました。すると猫は、もうじき王様が馬車に乗ってお通りになるが、その時この牧場は誰のものだと言ってお尋ねになったら、これは空場公爵のものだとお答えしなければいけないぞ。もしそうしなかったら、それこそ植木鉢に生えた小さな草を引っこ抜くようにお前たちの首を引っこ抜いてしまうぞ。と言ってすっかりお百姓たちを脅しつけました。王様がやがてそこをお通りかかりになりますと、なるほど猫の思った通り、この牧場は誰のものだとお尋ねになりました。けれど百姓たちはすっかり猫に脅かされていましたから、私どものご主人、空場公爵様のものでございます。とみんな声をそろえて答えました。王様はまんまと騙されておしまいになりました。そして公爵に向かって、真面目にお喜びをおっしゃいました。どうも大した土地持ちでおいでだな。そこで公爵はすかさずその後について、ご覧の通り、この牧場からは毎年なかなかたくさんな取り入れがございますので、と申しました。まずこういうやり方で、猫はいつも馬車の先に立って歩いて行っては、麦刈り、草刈りをしている男と見ると、同じようなことを言って脅しました。王様がお通りになったら、これはみんな空場公爵の畑でございますというのだ。そう言わないと、お前たちみんなひき肉にしてしまうぞ。そう言って歩いた後に、すぐ王様は通りかかって、麦畑も牧場もみんな空場公爵のものだと聞かされました。そのたんびに王様は、空場公爵が大変広い領地を持っているのに、すっかりびっくりしておしまいになりました。そうしてそのたんびに公爵に向かって、どうも大したご財産で、と言いました。
この間に猫は一人先にどんどん歩いていって、とうとう人食い鬼が住んでいる立派なお城へ来ました。この人食い鬼は世にも素晴らしい大金持ちで、王様がみちみち通っておいでになった唐場公爵のものだという広大な領地も、実はみんな人食い鬼のものでした。猫はこの人食い鬼のことをよく聞いて知っていましたから、その時ずんずんお城の中へ入っていって、ご近所を通りかかりましたのに、あなた様のご機嫌も伺わずに、黙って通る法はございませんので、お邪魔に上がりました。とさも心から敬っているように申しました。それを聞いた人食い鬼はすっかり喜んで、人食い鬼相応な礼儀で猫をもてなしました。さて、ゆっくり休ませてもらったところで、猫は恐る恐る。あなた様はご自分でなろうと思えば、どんな獣の姿にもおなりになれるのだそうでございますが、それでは獅子とか象とかいったような、あんな大きな獣にもおなりになれるのでございますか？と尋ねました。すると人食い鬼は早口に、なれるに決まっている。よしよし、嘘でない証拠に一つ獅子になって見せてやろう。こう言っていきなり獅子になってしまいました。猫はすぐ鼻の先に大きな獅子が不意に現れたので、慌てて長靴のまま危ないも怖いもなく、軒の掛け火の上に駆け上がりました。しばらくたって人食い鬼がやっと元通りの姿になったのを見すまして、猫はそろそろ掛け火から降りてきました。どうも実に驚きました。私は今にも一つかめになさるかと思って、ブルブル震えていたのでございますよ。ところでこれも人から聞きました話で、当てにはなりませんが、あなたはまたずっと小さな獣、例えばネズミなら、ハツカネズミのような子ネズミなんかにでもなろうと思えばおなりになれるということですが、まさかね、こればっかりはとても信じられませんが。こう言って猫は疑い深いような目をしました。何？信じられん？と人食い鬼は怒って叫びました。よしよし、すぐ子ネズミになってみせよう。人食い鬼は言う間に一匹のハツカネズミに変わってしまいました。そしてちょろちょろ床の上を駆け回りました。猫はしめたというなり、素早く子ネズミに飛びかかるが早いか、頭からむしゃむしゃと食べてしまいました。その時、お城の外の吊り橋を王様の馬車の渡ってくる音が聞こえました。猫はその音を聞きつけると、早速お城の門のところへ出て行って、王様にこう申しました。さあどうぞ、王様には唐場公爵のお城にお入りくださいまするよ。王様はさっきからこのお城に気がついていました。そして誰のお城か知らないが、中はさぞかし立派だろうから、入ってみたいものだと
お思いになっていたところでした。ですから猫がそういうのを聞くと、ますます驚いておしまいになりました。何、これも公爵のお城。いや、どうもお庭といい、建物といい、こんな立派なお城は見たことがない。では拝見しよう。どうぞ案内を頼みますぞ。王様が馬車から降りると、猫はその後からついていきました。カラバ公爵はお姫様に手を貸して、その後に続きました。やがて大広間に入ると、お飾りしたテーブルの上に立派なごちそうが並んでいました。実はこのごちそうは、今日訪ねてくるはずの友達のために、人食い鬼が支度しておいたものでした。けれども猫は、それがわざわざ王様やお姫様のために用意させてあったもののように見せかけました。人食い鬼の友達も王様がおいでと聞いて遠慮して帰っていきました。やがてみんなはテーブルについてごちそうを食べました。王様はお姫様と同様、公爵の立派な人柄にすっかり惚れ込んでおしまいになりました。その上公爵が大変お金持ちなのを知って、なおなお好ましく思いました。そこで五六杯杯をあげてから、王様は、どうでしょう公爵。お嫌でなかったら、姫と結婚してくださいませんか。あなたは私どもにとっては申し分のない方です。と言いました。公爵はその時、うやうやしく敬礼した後、王様の申し出された名誉を喜んでお受けすることにしました。そうしてその日、早速お姫様と結婚しました。さて猫は大貴族に取り立てられました。それからはもうやたらにネズミを取ったりしないで気楽にその日その日を送りました。親譲りの財産にぬくぬく温まっているよりも、若い者は自分の知恵と腕を元手にするに限ります。